こちら、あやこです。明けましておめでとうございます。けんちむでーす。今、まだ開けてないんですけども。そう、開けてないんだわ。今、はい、こちらは、ただいまマカオにいるのですが、12月31日、大晦日の23時39分でございます。そうやな。はい。でも日本の皆さんは、時差が1時間あるんで、まあちょっと、まあ40分早く、もうそっちではね、年越してるんですけど。そうだね。今年も残り少ないけど、皆さん、良いお年を。はいはい。じゃなくて、まあ、日本の皆さんよりかは、まあ、1時間ほど長く2018年を堪能させていただいているのですが、はい、まあね、とりあえず今からカジノる。当たり前だよな。当たり前だよな。カジノはカメラがね、NG なんで、また後ほどってことで、まあ、とりあえず先に皆さん、明けおめ。明けましておめでとうございます。はい、てなわけで、まあ、カジノがあるね、隣のこのホテルにやってまいりました。このね、中がね、また綺麗よね。そう、あのね、マジで中が幻想的だから見て、まあ言うてワイラ昨日もいたんだけどね。そう、なんかね、うん、クリスマスって感じ。そう、クリスマスなの。はい、というわけでこちらヤバくない、綺麗じゃない、クソ映えてない、こんな感じになっております。映えでございます。はい、素晴らしいでございますね。まあこんな調子でね、カジノの方へ向かっていこうと思います。サンタがいるよ。そう、サンタがいいんだ。サンタが息してる。そう、水槽の中で。大晦日なんだけどね。そう、水槽の中でサンタが息してるから。ほら見て、これが水槽になってんだけど、サンタがいるの。サンタがいるんだよ。はい、カジノ行きます。で、あとで8分で年明けるんだよね。マジマジ。普通にバカラで息するんだけど。バカラで息する。てなわけで、まあね、もうちょっとカジノついちゃうんで、年明けた瞬間取れなくね。ってことで、ね、じゃあちょっと年明けまで待機しようや。うん、そうしよう。ああ、何？年明けるよ。くれ、ああくれ。行くよ。はい。あ、待って待って。はい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 、いいよ。うん、はい、8 7 6 5 4 3 2 1、あかけおめー、やっほー。みんな息してる、息してる。まあ、わいらもね、年が明けたっていうことでね、まあ、周りの人たちのテンションめっちゃ無ですね。うん、あんま興味なさそう。うん、多分負けてきたんだろうね。まあ、でしょうね。そうなんだよね。はい、ってことで、わいらは年も明けたことだし、まあ、とりあえずね、新年の抱負を。はい。はい。新年の抱負は、髪の毛伸ばす。髪の毛伸ばす。あと、髪の毛伸ばす。わいは髪の毛伸ばす。あとは今から買って、せめて半年働かない。あー、素晴らしいでございます。いい抱負でございます。ありがとう。金子は、ま、控えめに言って登録者30万人がまず一つ。あー、いいね。あとは無理をしない。あー、無理しないも大事大事。30万人行きたいけど無理をしないことと、うん、よく食べてよく寝てよく笑う、それが一番いいじゃん。てなわけで、ワイラはもうちょっと本当打ちたくてしょうがないから、じゃあ後ほど、はい、でもカジノの中は取れないんで、まあカジノのあの成果報告を待っててください。てなわけで、サラビー、愛してるバカだ。はい、てなわけで、わあ、もう明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。息してる。てなわけで、まあ、早速ね、お互いのカジノの、はい。はい、じゃあまずムチコさんから。私はですね、今日だけで言ったら30万勝ちですね。もっと言ってますか。もっと言ってか。もっと言ってますね。35万勝ちですかね。私は最後の最後、なんか端数のこのチップ邪魔だからかけてくるわとか言って、そう、永遠にまくり続けるっていう、ね、はい、永遠にまくり続けて華麗に終わりますから。よっしゃ、勝った、オッケー、行こうっつって。素晴らしいでございました。気持ちいい。もうね、10万チップが手元にあるんですよ、私の。そう、何枚も。あのね、マジどやりながらキャスター行って、ペーン出して、ちょっとキャスターお兄さん笑ってたから、ね、そう。でもなんかウケるのが、なんか、うん、自分にね、かけてくれた、なんか隣に座ったなんか中国の富豪がね、20万かけてくれたんだよ。20万かけてくれて、私見事に外したからね。どんまい、富豪かけてくれて、電球申し訳ないで。でも私はトータルで勝ったから、どんまい、どんまい。嬉しい、本当に。じじやで、よい、私を迎えよう。カジノね、本当、ね、バカな、負けたことないから、本当に言ってた、ね、本当に負けたことない、マジで。勝って逃げるから、ね、それがカジノ。素晴らしいでございます。金子は、金子、ちょっと、あ、かんだ。金子さん、とりあえず先にルーレットに行って、でもルーレットはチップの山を作ったんですけども、はい、まあ、その後は、まあ、ご想像にお任せということで。なるほどね。はい、秘密にしておきます。はい、はい、というわけで、もうね、眠いんでホテルに帰るよ。明けおめ、みんな。あー、明日も行くわ。じゃあな。じゃあね。1月ニートしちゃっからな、マジで。わいわい、絶対ニートしちゃっから。にゃ、わ
イラは布団にいます。今たまごっちやってます。なんと私のたまごっちはこんな可愛くなったよ。今弟の部屋。可愛い。これはこれ弟のたまごっち。海外来てまでさ、たまごっちやってるとは思わなかったわ。そうね、私めっちゃ画面立てだった、撮り直して。本当だ。でなんと今エルメスに来ているんですけども、橋本さん、はい、えげついです。えげついもの買いました。しかもだいたい4分で、それがこちら。はい、てでーん、クロコ、クロコのケリオレット。はい、そう、私の普通のケリオレットはクロコじゃないんですけど、はい、お母さんがこれめっちゃ欲しいっていう風に言ってて、はい、そう電話しているって聞いたら欲しいって言って、うん、そう誕生日プレゼントをねあげてなかったんで、あんまり、うん、そうだからドバイ旅行あげようと思ったんですけど、これもあげよう。素晴らしいでございます。売ってないからね、安いしね。そのドバイ旅行も言っていい？ないよ。1泊50万とちょっとするホテルなんですよ。もう3泊してくるからね、もう。プラスこれだよ。親孝行は大事だから。マジ天下を見て。いや、ありがとう。ママありがとう。ハッピーバースデー。やったね。やったね。で、ヤッホー。ワイラは今、マカオのリッツカールトンにあるエスパというところに来ています。走りついて。暗くて見づらいかもしれませんけど、そう、ここはワイが2年前に来て感動して、うん、で、なんかマジ貴族みたいな遊びの風呂があるからっつって、うん、そう、行こうぜ行こうぜってずっと言ってて来たよね、うん、実は昨日も来てて、うん、でもなんか昨日全然貴族ごっこしてくんなくて、何が貴族かっつったら風呂の中で、こうこっち全裸で付き人みたいなのが一人いて、でなんか飲み物って言ってあってやると水くれたり、なんかフルーツみたいなの持っててあってやるとなんかフルーツ食わしてくれるんですよ。そういう風呂屋だったんだけど、なんかね今ないの。昨日もなかったね。なかった。自給自足。わいもなんかリンゴ食いたいって言ったら食っていいよって言われて、このまま食ってる。そう、かじりついていいよって言ってリンゴもらってる。ほうほう。そう、え、それ渋い。うまい。うまい。しょっぱい。しょっぱい、うん、渋いね。青リンゴだね、うん、みたいな感じなわけで、まあ2日目ね、まあ2回目ですけど、はい、私さんに来ております。まあ、今日はね、ショッピングもほどほどに。そうね、うん、ショッピングもほどほどだけど、金額は昨日より一発で良かったな。一発の金額はでかい。ほどほどの買い物をさせていただきました。というわけでスパを楽しんでいきます。じゃあねー。リンゴ、まあ、言ういいね。わい、マジかわいい。はい、じゃあなわけで、カイラは今、マカオの空港にいるんだけれども、うん、マジ帰りたくね。わかる。わい、もう帰りたくなさすぎて、うん、たまごっちやっちゃってる。因果関係ないんだよな、たまごと帰りたくね。それさ、もっとマカオ来るときだけチッと入ってほしい。あ、マジ入ってほしい。そうですよ。あ、さ、わいら全部楽しかったんだけど、子供がちょっとさらにこれプラス女帰るから、そう、マジでそれやりたいよね。そこが本当にいい。じゃあ、はい、まあね、帰りますわ。見てこれ、金子とお揃い。買ったの。じゃん、じゃん、かわいい。ライオンキングって感じ。そう、ライオンキング、ミニと大人な。中にさ、イニシャルホレンちゃんビットって、うんうん、撮ろうぜって思ったんだけど、2時間って言われたから、もう日本でいいべ。そう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 、日本でいいべって言ったけど、多分日本帰ってもホラーで絶対行かないよね。めんどくせえ。ハモるか。明日からドバイに行ってきます。 With 親。 With 親。あいつは幸せだな、本当に。上がりだよ、上がり。ちょっと全身見てくんない？成金の中国人みたいな格好してる。本当に。こっちはなんか間違えた特権。間違えた特権。はい、というわけで日本に帰りまちゅ。はい、というわけで日本に帰国いたしました。ただいまんげということで、うん、まあね、今成田から隔離ながらお互いの家に帰ってるんですけども、はい、楽しかったね。いや、マジで楽しかった、本当にね、うん、ありがとう。いいよ、なんでありがとう。感謝の気持ちしかない。こちらこそありがとう。いや、本当に、うん、前さ、うん、なんかさ、ハーフのくせにさ、中国語喋れねえしさ、いやいやいや、留学行ったくせにさ、英語も喋れねえからさ、使えないポンコツなんだけど、金子が全部通訳みたいなしてくれて、いや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 、マジで神だった、本当にありがとう。いやいやいや、前も舌回ってないからね。いや、全然回ってない。でも、本当にムチコのすごいところは、まあ、大体ね、前の心情としては、うん、イエス、ノー、テンキューと、あと、ノリと勢
勢いだけで海外行けると思ってる人は、ね、分かる分かる分かる、それはねまんま行けてるんだそうだからそうそう、あで大体もうどこ行っても、うん、あのなんかもうマインドっつうかさ、そう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 、頑張れば通じるんだよね、伝える気持ちが大事なんよ、そう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 、だからあの正直 Y にお願いなんかこれ言ってって言ったのが早いんだけど、うん、でも多分もう自分で Hey Hey ThisThis! No! This! みたいな、そう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 、 No! とか言って、そう This! This! ってそうそうそう、そういうの頑張れば伝わるんよ、そう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 、1、2個ぐらいしか走ってないんだけど、そうそう、そういうもんなんですよ。でも、はい、と海外行くのは初めてですかね。海外…海外は初じゃね、海外初だよね、うん、ですから一緒に飛行機乗ったの沖縄ぶりだよ、16か17の、あ、そうだよ、飛行機乗ったのその時ぶりだよ、そう、ワイラは16、7ぐらいの時にワイが謹慎食らってクソ暇で、そうで、天下はなんか暇だったんだっけ、あ、なんかワイは暇だった、うん、そう病んでたんだわ、病んでたんだ、金子が謹慎食らっててワイは病んでて、うん、でも、うん、毎年毎年病んでね、病んでる病んでる、それで最初に沖縄行こうみたいな感じになって沖縄行って、うん、沖縄から帰ってきたらなんか死んだけど、その時の彼氏に携帯が おられてたよね、あ覚えてる、あいつな、あいつマジぶっ通して、ほんと天下の携帯はおるわ、ワイのことはテーブルで殴るわ、そうマジゴミじゃねあいつ、マジゴミあいつ、本当にそんな男がいたんですよ、もう秒速で分かるよねあんな、やっちまったな、2週間とかだったよな本当にそうね、そうね、秒だったね、もうね、おダメって思ったらもう秒だから、そうきっぱりがねえとするの、そうそう、でも、ね、自分で線引き決めてこれ以外アウトになったらもうさっき言った方がいいの、そういう生き方しようが楽だよみんな、そうそう、男のために自分を振り回されちゃダメ、そうそう、誰のために誰の人生を生きてるんや、そうそう、いいやつになったら振り回されていいよ、ただマイナスになるやつに振り回されんな、せや、そう、うん、あ、まあ、反省はしていいけど後悔しない選択をってこと、そういうことよ、何の話やそれなそう、立てだけです、今日すごいすごい楽しかったでございます、半端ない楽しかった、一番最初ね、なんか下ろした額よりもなんか倍になって帰ってきた、ロッキーって言ったような感じですよみたいな、なんか結構ね、年末年始で全部高いですよって言われたもん、あの、うん、あの飛行機もホテルも、そうそう、でも、まあ、余裕で多分それは上がり出てるって、全然上がり出てる、旅行代上がり出てるみたいな、そうっていうようなの、楽しい楽しい年末過ごせました、ありがとう、こちらこそ本当にありがとう、マジで、あ、これ言いたかった、マジでなんかワイマカオ2回目なんですけど、うん、前マカオ行った時は、まあ、男と行ってて、うんうんうん、でそうだね、そうで、その時楽しかったんだけど、うん、でもさ、やっぱり男といるからなんか好きなことをずっと続けるわけにはいかないじゃん、うんうん、一生カジノいますとか化粧したくありませんとか、うんうん、ダメじゃない、一応男というから、うんうん、だからいつかリベンジしたかったの、うん、でこのマカオの楽しさを分かってくれる女って多分なかなかいないのよマジでね、なかなかいないと思う、なかなかいない、本当に、あね、マジで、うん、本当に、いやもうね、うん、じゃもうね、多分うちらね、多分ちょっとね、うん、やっぱぶっ飛んでんだわ、そう、おかしいんだよね、そう男趣味っていうか趣味が下品だから、そう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 、だから普通にギャンブルクソ楽しいし、クソ楽しい、でとりあえずワイラが、うん、とりあえずはしごしてたのはメシ、カジノ、スパ、ショッピング、メシ、カジノ、スパ、ショッピング、ショッピング、カジノ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 、スパみたいな、そう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 、こんな感じだったの、だから男とはできないじゃんこれ、できないよ、ね、できないし、なんかあね、あね、何が一番楽か、うん、化粧しなくていいというの、そう、そこ本当にだってさ、ワイラの格好見る、あれなんかもう中国の富裕層みたいな赤いジャージに千鳥のズボンって履かねえよ。ワイなんかドキュン、うん、なんかドキュンスタイル。だっさ、なんかこの下にさ、これさジャケットないさ、この下にまたジャケット着てるからね。そう。またジャケット着て MA1。そう。エルメスの手に待ち受けね。そう。そう、なんかね、なんかこれ聞いてほしい。これ聞いてほしいのがなんか、うん、エルメスがあって、でワイらこのこじきスタイルでエルメス行ったわけよ、そうそう、ボッソボソでな、そうそうそう、しかもなんかショッピング荷物重いから一回荷物置いてたらマジ手ぶらのこじきなわけよでエルメスとっつって、うん、でなんかそのなかなかね新品の黒子のそのケリーの財布とか、そうでバーキンとかって基本店舗に置かないものなんだけど、うん、置いてたんよそこの中を、そうで、そうそう、でしかも何が置いてたってなんかあのね、黒子のさ、うん、黒とかさ、うん、そういうさネイビーとかってさ、うん、よくあるかもしれないけどさ、ピンクの黒子の新品ってマジでなかったの、ないのよ本当に、そうでそれがあって、でとりあえずムチコがそれ見て、あああれなんか見せてくださいみたいな、そうそう、シーシーみたいな、そうしたらなんかちょっともうマスク外すわ、顔芸するねそしたらもうマスク外したんだけど、ちょっともう新年からガンブスでごめんねマジ好き、本当に新年からガンブスでごめんね、お前もガンブスだ、メガネクソブス、はい許してくれメンスって感じなんだけど、うんうん、なんかもうあのでもほんとてっぺんに置いてあってショーケースも、そうそう一番よね、そうで、なんかあれ見せてくださいみたいなことを言ってたって言って、そうそう、そしたらなんか
うんみたいな、一瞬聞こえないふりされたの。そうマジでこんな顔してるの。そうそうそうみたいな。でだからでワイが英語で強めに、そうそうこいつ聞こえないふりしてやがるみたいな、そうそう 見せる気ねえと思ったから「That one」みたいな「そう could you please get that one」みたいな「そうそうそう We want to see」みたいなことを言って、うん、結構強めに言ったら超渋々出して、そう渋々すっげえ嫌な顔でほら手袋手袋そう手袋みたいなつけ、そう手袋つけやみたいな、どうせ冷やかしだろみたいな、だからワイらが見てる間もなんか、うん、こんな感じじゃん、そうそう超興味なさそう、ね、接客する気ないのよ、そうそ そう早くなんか終わってくんないみたいな、そう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 感じな顔して、どうせ変わねえと思ってたんですそうそうって思ったら、まあ、ムチコがバイバイって言って、そうそうそう秒速そう秒速のバイそうしたらバイって言った瞬間はぁみたいなそうバイバイの方みたいなそうそう何言ってんのこいつらみたいなそうそう顔しててそうそう We will バイって言い直してそうしたらんみたいな、うん、マジかみたいな、うんうん、カモカモみたいな3秒ぐらいちょっと止まってんだよそう買うみたいな、ウェルバイクジュプリスもキャッシャーやってくれみたいなこと言ってそうなんかやっとなんかその席座らせてくれてなんか買う準備しててでね、ワイがね、お揃い あのエルメス入った理由がまさか黒子のピンクがあるなんて思ってなくて一緒ね、ケリーのちっちゃいミニケリーそうミニケリーがあって それ買いたいねみたいな言ってたわけよそしたらあいつさ、ミニケリーは限定ですみたいなこと言ってそう、一番最初ね、一番最初ミニケリーありますかっつったらあミニケリーはみたいなほんと限定だからもうどこにも売ってないっすよみたいな、うん、本当他の国にもないっすかって言ったらどこの国にもないもうないみたいなこと言われたから、うんうん、マジみたいなもうワンちゃん中古で探すいやもう中古で探すしかないのみたいな感じだったのよ、うん、で黒子買ってであいつもうニッコニコでなんかもうなんかラッピングみたいなことしてんだよそうめちゃくちゃ笑顔でで、その時になんかもうケリーはないもんだと思ってたから普通にペペペペ ペなんか嬉しいねみたいな話したらあーみたいなミニケリーさーみたいなてかいつまでバカをいるみたいなこと言ってそう言ってたいつまでバカをいんのみたいなこと言っていやでもワイラ明日帰っちゃいますよみたいなえなんでなんだよみたいなこと聞いたらなんかミニケリーみたいなそしたらもう結構いてくれるならあの次来る時までに僕ミニケリー用意しますみたいな2つですよねみたいなそうはみたいなそれなマジさそう初日買っときゃよかったと思って黒子あるんだったらそうマジもうエレベーター最初から別にさ別に欲しいもんねえしねえってそう行かなかったのよ普通スルーしてたのよ、うん、マジ行けばよかったわ本当に本当に行けばよかった今2日目であミニケリーそういえば可愛くね可愛ねみたいな感じになってそう行ってでもミニケリーねえとか言ってで結局なんか次来る時に僕が用意しますみたいな2つ分みたいななんか皮とか色とか欲しいもありますかみたいなこと聞いてて、うん、えみたいなえでもワイル明日帰っちゃうんだけどみたいな、うん、でも明日朝の便だからみたいな、うん、ここ空いてないから来れないよっつって、うん、でワンちゃんそこが夜の12時までやってるから、うん、なんか夜中だったらまた来れますけどみたいなこと言ってさすがに今日中は無理ですみたいなそこもっと頑張るよな黒子買ってやったんだからな本当に、ね、本当にそうでもエルメスってさ行った店舗での実績じゃんあそうねそうだからね日本とかだと無理な、うん、だからそうだからね合併されないんだよね、うん、多分そうデータが ね私多分我らいつも小じきみたいな格好してるからだいたいブティック入っても相手されないのね初見でそう特にエルメスとかそうてか、ねはい、てかビトンがヤバくてビトンあれこの話したっけしたしたバイトだったあいつそうそうあいつバイトだあいつもバイトじゃんあれマジビトンのバイトだからねマジ絶対バイトだったよねあいつ楽しまねえと長くせや休むときは休んでこ そう視聴者のみんなもねもう休むときはもうしっかり休んでこ無理はしないそう無理はしない無理はしないでも中途半端が一番疲れるからそう3月は収益高いから頑張るいや絶対頑張るいや3月ほぼ毎日更新行くわ収容も出すわそれなてなわけで皆さんまた今年も何卒よろしくお願いいたしますてなわけでまた次の動画でお会いいたしましょうじゃあねバイビー良いあ、1年後あー